Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第54回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回のテーマは We Love 成城石井前編です。はい、というわけで個人的に念願の成城石井会お届けしたいと思います。成城石井はですね、関東地方を中心に中部地方や近畿地方に展開するスーパーマーケットチェーンなんですが、コアなファンも多く要しておりまして、成城石井は惣菜屋であるとか、成城石井の果物はすごいとか、いろいろと言われておりますが、何を隠そう私も成城石井の惣菜に生かされてここまで来たよという感じで、成城石井さんには恩義ありまくりなんですが、今回はそんな成城石井投稿をするにあたりまして、最高のゲストをお呼びしております。料理人飲食店プロデューサーの稲田俊介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、稲田さんお久しぶりです。いや、お久しぶりです。嬉しい、はい、前回は ね2020年11月のロイヤルホスト会、ロイヤルホスト会であれ楽しかったですね。楽しかったですね。実際ロイヤルホストさんも伺って ね、はい、ジャワカレーという大パンツとか、はい、コスモドリアの栗についてとか、はい、聞きどころ満載のアーカイブポッドキャスト版でお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてほしいですけれども、今回は成城石井ということで、はい、稲田さんもやはりこう成城石井とのグレートなメモリーがたくさんおありなんですかね。もうなんか自分の人生にもなくてはならない存在の一つですよね。すでにかけがえのなさ、かけがえがない、替えがきかないし、確かに、はい、そうですよね。オンリーワンだから、今回はね、お互いの好きな成城石井の商品を持ち寄るという愉快な状況になっておりますので、はい、それを紹介しながら成城石井の魅力について語り合っていきたいなと思います。じゃあもう早速いきましょうか、はい、まずじゃあ稲田さんからぜひお願いします。はい、まず一つ目ですが、お惣菜でフェタチーズと有機キヌアの地中海風サラダです。きたこれ私もかなり思い入れあるけれども、あ、やっぱりそうですか、はい、そうですね、はいはいはい、まあ一言で言うと、これも完全にレストランの味、いわゆるこうビストロの前菜でポッとこう出てきても、あ、気が利いてるねこのレストランはってなるようなものが、疲れ果てた仕事帰りの夜遅くにポッと寄るだけで変えてしまうという、特にコロナ禍ではね、なかなかレストラン行けなかったから、そうですよ ね、なんかそこの鬱憤溜まってたところに、でも成城石井って組み合わせるとなんか普通にちゃんとレストランのディナーが楽しめるなみたいな、そういう時の心強い一品でしたね。わかる、もう8時以降のね、東京の暗さ、うん、切なさ、はい、それを埋めてくれた成城石井っていうやつですよね。そうです、今日スタジオに来てくださっているということで早速お呼びしましょう。、はい、うわー嬉しい、出ました、はい、フェタチーズとキヌアの、一見ね、結構地味といえば地味なんだけど、いろいろにぎやかな味が混ざってて、まさに、おいしい、味の要素多い、そうそうそう、でもなんか要素多いけど、うん、ちょっとずつ控えめで、その中で意外とハーブだけは割と効いてたり、あと酢がね、酢の香りがすごくなんかいいお酢の香りがして、そうですね、酸味のバランスたまらないですね。しかも何気にでかいエビが入ってるっていうね。稲田さんエビに対しては結構一言あるタイプですからね。あ、そうですね、はい、このエビはさすがですよね。素晴らしい、うん、
やっぱり美味しい、うん、美味しい、やばい、うん、これね食べても食べても飽きないからね、食べ続けちゃうんですよね、ちょっと後が続かないから保存しないと、ただただ食べ続ける回になってしまう恐れがありますね。自分で紹介しといても、ね、なんだけど美味しいですわ、やっぱ美味しいですね。いやでも確かに、いや私ももう一品目はこのキヌアサラダなんですよ、うんうんうん、でそれが結構私もちょっとエピソードありまして、ちょっと語らせていただいてもいいですかね、はいはいはい、あのやっぱりね、その新入社員時代ですね、私これ出会ったのは、うんうん、もうそれこそ本当仕事に忙殺されていて、はいはい、もうご褒美にって思って買ったケーキをなんか共用の冷蔵庫に入れていたら食べられたりとかしてて、ね、こう絶望でリバイアさんみたいな感じの時代にですね、あの会社の下に紀ノ国屋があったんですけど、はい、気づいたら成城石に変わってたんですよ、うんうんうん、でもうそれ結構私のライフスタイルにおける革命的転機みたいな風になりまして、うんまあ、本当に台所かなっていうくらい成城石にお世話になったんですけど、はい、やっぱ最初はなんかエスニック行くんですよね、うんうんうん、なんか成城石といえばじゃないですか、はい、なんかフォーとかグリーンカレーとか、はいねうん、でも本当1日3食フォーとかになってて、はい、なんかボコボコに疲れてるとなんか食を選ぶこう能力が低下するというか、で同じ部署にデザイナーの先輩がいて、その人すごい寡黙なお坊さんみたいな人だったんですけど、すごい実はグルメで、なんせ実家が魚屋なんですよ。あ強い。そうで、その人がたまにこうボソッと教えてくれる老舗の鉄板焼き屋さんのランチとかがめっちゃうまかったりしてそうすごい信頼してたんですけど、ある日その人とエレベーターで一緒になった時に、私が成城石井のフォーを持ってたんですよ、はい、そしたらその人がボソッとフタチーズとキヌアのサラダうまいよって、おピンポイントでそこですか来たんですよ。へそれも典型で、うんうん、もう私はそれで一時期かなりハマって、はいはいはい、まあ、それでちょっと一時期飽きちゃったりとかしたんですけどそういう思い出の品なんです。うんうん、なるほどね、はい、でもあれですかね、これってドライトマト入ってるかな、これは入ってないか、これはねオリーブは入ってるけど、そうそう、あのねドライトマトはよく入ってますよねそうですよね、そう私その話したくて、僕もその話がしたかった。あ本当ですか、はい、いや今日実は私が持ってきているもう一品目はですね、はい、じゃあもう出てきてもらっちゃおうかな、はい、はい、セミドライチェリートマトマリネさんです、はい、これはねとりあえず買って冷蔵庫に入れときたくなるやつですね。そうなんですよ。あじゃあ入っていただいてお願いします。わー赤いもう本当にあの成城石井って何でもドライトマトを入れとけばいいみたいな、いいみたいな、それじゃなんかやっつけみたいですけど、これとブラックオリーブがセットでいろんなものに入ってるっていう、でね、これどう考えても安いんですよね実は。これこの量で499円か、確かに、うんうん、てか量がめちゃくちゃ多いんですよね。そうそうそう、うん、全般言えることなんです。だって高いですよ、うん、このトマト、ね、だから多分ね、多分自分で作るより安いみたいな世界で、でこれがそうそう、うん、いろんなものにいろんなサラダとか、うんうん、パスタとかそういろんなものに入ってるじゃないですか。そうそう、もうなんかある意味この成城石井を象徴するそのポイントっていうか思うんですけどね、いつもあの和田アキ子さんにおけるハーみたいなもんだと思ってて確かになんかいろんなものにここぞっていうタイミングでそのハーが入っててあ今俺成城石井のもの食べてるんだみたいなそういうことなんだ、はあ、めっちゃ納得。そうで、うん、この商品ってもうハーハーハーってずっとつなげてるずるいリミックスみたいなもんでしょ本当そうです、ね、でしかも自分で適当にパパってこうあるもんでサラダ作った時もちょっとこれをプラスするだけでもうそれはなんか成城石井的な何かみたいなまさにハーのインパクトがそこに加わるっていうその超便利食材っていう部分で本当すごいですよね。いや美味しいんですよこれまた、うまいことこのやっぱちょっとドライトマトっていうには生っぽいんだけど、その加減がうーんあやっぱ美味しい、うん、ゴンゲほんと成城石井のもうゴンゲそのものというかね、うんうんうん、これイコール成城石井そのものですもんね、もうそういう象徴的なね、わかる、あやっぱ美味しいな、やっぱなドライトマトのこのグルタミン酸とグアニル酸のダブルうまみコラボみたいなそうそうそう、うん、でそこにプラス余計な味ないじゃないですか。そうなんですよね、もうそれだけで詰めてるからだから何にでも合うし、うんうん、
足さないんですよね、まあ、足したやつもあるんですよね、うんうん、これにオリーブ入れて、うんうんうん、それこそ二大巨頭のコラボみたいなのもあるんですけど、どっちも揃えてるっていうのがさすがの推しの揃え、なんかね、あのどっちか、そうトマトだけにしてほしいって思う人もいるんだろうなみたいなね、そういうとこ妙にきめが細かい、本当になんか誰もこの船からなんか取りこぼさないみたいな全員助けるみたいな、いや本当そんな何なんですかね、ねえ、いやでも本当に大事にしてるんだと思いますよ。そうなんだ、ね、本当にね、サラダもいいけどね、チキンを焼いてチキンステーキにもこれをソース代わりにドサッと乗っけるとか、うわ確かに、そうパスタ茹でてそれに混ぜちゃうとかも、それだけでめちゃくちゃいいですね、ご馳走になるんで、それこそ稲田さん秘伝の、はい、の30分チキンね、あいいですね、うん、もうバッチリですね、もうこれだったらもうビストロですよ、もうすでにもあのキヌアのサラダがあってそのチキンローストにこれ乗っけたらもうプリフィックス完了みたいな、ね、完了ですね、あとはあの最後ティラミスも買っ て、 あいいですね最高の流れ、あのいろんなチーズケーキとか ね、 あ、 そうです ね、 ねありますからね、なるほどなるほど、じゃあもうお次行きましょうか、はい、はい、じゃあ稲田さんのお次の2つ目お願いします、はい、ポテトサラダです。出ました、あえてシンプルにド定番なんですけど、はい、じゃあお願いします、ポテトサラダさんもいらしていただいてるんですね、はい、あーお懐かしいや、ありがたい、うんうん、なんか小鉢に入ってあまた、小鉢に入るとまた風景がいいですね、風景ね、そういいですね、そうこのなぜポテトサラダ語るにあたってちょっとその前段の話があって、うん、お願いします、世の中にはのポテトサラダには大まかに2種類の味があると思ってるんですね、なるほど、でその2種類の味は何かっていうと、作ったポテサラ味と買ったポテサラ味っていう、はい、これも明確に違うんですよ、はい、要するに買ったポテサラ味っていうのは、うんうん、まあよくお惣菜屋さんでポテサラって売ってるやつもそうだし、あとなんだろう、コンビニのサンドイッチの間に挟まってるポテサラとか、はい、お弁当にちょこっとついてるポテサラ、あと居酒屋とかでポテサラ頼むと、その買ったポテサラ味、要するに業務用のね、うん、なのか手作りがどっちが来るのかめちゃくちゃドキドキするっていう、うん、ポテサラチャレンジみたいな状態になるみたいな、はい、ね、リトマス紙的なね、で、うん、それとそういうのと、その普通に作ったポテサラって見かけは全然同じようなもんなんだけど、うんうん、味は実は全然別物で、うん、これね、まあどっちがいいとか悪い、上とか下とかじゃなくて好みの世界もあるとは思うんですけど、はい、ただ一つ、作ったポテサラ味と売ってるポテサラ味は違うと、はい、でその前提に立った時に、うん、ポテサラ作るのってシンプルな料理で誰でも作れる方知ってるけど意外とめんどくさいでしょ、うんうん、芋茹でたりなんだりみたいな、まさにですよ、ね、大変ですよ、大変なんですよ、だから、はい、まあ作らないわけですよ今の人は本当に、うんうんうん、でそうなると結局みんな最終的にこう買ったポテサラ味のポテサラしか知らないという、うん、ね、これは両方があるからいいのであって片っぽに偏るのはあまりよろしくないというところで前置きがめちゃくちゃ長かったですけど、いやめちゃくちゃわかります、はい、成城石井のポテサラは、うん、売ってるポテサラのくせに味が完全に作ったポテサラの味であるっていう、くー、これがいただきます、いただきましょう、作ったらこうなりますもんなんでだって本当にそれね、うん、ポテサラってそんな料理がそんな慣れてない人でもとりあえず作ったら美味しいじゃないですか、誰がどう作っても、うんうん、そのポテサラをまあその完璧に美味しく作ってくれて、うん、それが売ってるってことですよね、うん、作らなくても買えるわけですよ、だから両方の味が世の中にあるのはいいけど、うん、もうちょっと他の世の中のお店もこの作ったポテサラ味のポテサラを売ってほしいと本当常日頃思ってます、その思い受け取りました、はいはい、いやでも本当にその通りだなと思っていて、実はその家で普通に作った料理の味っていうもの自体が、うん、結構すでにファンタジーになりつつあるなっていうふうに、そうですね、うんうん、私も思っていて、はい、やっぱ家で普通に作る料理の味っていうのはやっぱ失われつつある、本当そうなの、むしろそれが貴重なんだけど、うん、でもどっかで作り手側は自分たちはプロだから、うん、家では絶対できないようなものを作らなきゃいけないみたいな、そうなんだよな、
多分そういう使命感に駆られてて、それって多分昭和の時代はそれで良かったと思うんですよ。デフォルトが家でお母さんやおばあちゃんが作る料理であって、外で食べるものは玉のごちそうだし、みたいな時代ってなんかちょっと止まっちゃってるような気がして、本当に欲しいのは今家で普通に作ったようなものが手間なく普通に買える、しかもそれが失敗なくちゃんとしたバランスで整えられているっていうことだと思うんですけど、実はニーズが逆転しているという、この今の時代は確かに。それでいうと、実は最初にご紹介したこのキヌアのサラダもそうだし、このトマトマリネもそうだけど、言ったら普通に作ったらこういう味になるものなんですよ。はい、その売ってるポテサラとかは、あれ再現しろって言われてもできないですもん。そうですよね、どうやって再現したらいいか、テクノロジーがねすごいですもんね。そう、だから多分そのいろんなシェフも分かんない、でもシェフだったらこのキヌアのサラダは再現できるし、もう誰でもこのポテサラに近いものは多分再現できるんですよね。そういうものこそが求められてるんじゃないかなと思うことしきりでありまして、もうおっしゃる通りかと思うんですが、ちなみに調べたらですね、成城石井が惣菜を取り入れたのは1980年のことで、まだ昼食という言葉自体が登場する前であったと、で最初に扱ったのがポテトサラダらしいです。はあ、なるほどね。しかも当初は料理好きなパートタイマーの女性に店の2階のバックヤードで手作りしてもらっていたらしい、結局そこの味が実は地味に引き継がれてるんでしょうかね。そういやでもそれで変にアップデートしようとせずにそれを残してきたわけでしょう、ある意味。まあ多少変わってるのかもしれないけど、もちろん路線としては、やっぱね、そこのなんか選球眼というか、こうセレクトショップとしての確かになんていうのかな、その商品を選ぶ目みたいなものがやっぱこんなところにも生きてるのかなみたいな。おっしゃる通りですね。なんかそういう意味で私愛しているのがですね、オクラのごまあえさんというのが、わかります。嬉しい。ちょっと今日は来てくださってるので、オクラのごまあえさんにもあのドカッと入ってて、これまた延々といつまでもちまちま食べ続けてしまうやつですよね。そうなんですよ、を感じるんですよね、本当に。そう、うわー、こんにちは、嬉しいですね。 この単色のね、美しさ、潔いですよね。潔い、いただきます。ワンパックにどっさり入ってるっていうなんですよね。意外とその成城石井で惣菜とかを、まあ買われない人は意外と何度先入観で、成城石井って高級スーパーだから値段が高いって思われてる方絶対結構いらっしゃると思うんですけど、実はそのね、さっきのトマトもそうだけど、グラムあたりで計算したら実は全然その普通のお惣菜さんより安かったりするものいっぱいありますよね。本当そうなんですね、これまさにそうだけど、はい、あ、これだ。いただきます。普通にうまい。これですよ、こういうものを食べ続けたいわけで。本当ですよね、この地味ね。いや、これだから逆に言うとたくさん食べ続けられるわけですよね。本当そうですよね、地味ゆえの。もう何が素敵かって、あのポテトサラダもオクラのごまえもなんですけど、そのお店で売られてるポップに人気商品っていう、あの王冠マークに囲まれた文字でドーンって書いてあって、やっぱこれが人気商品なのは本当納得感あるなっていう風に。だってこれは繰り返し買いますよね。そうですよね、間違いなく。しかもこれは私思ったんですけど、 RF1 にはできないですよね。あ、確かに。RF1 ってあのデパ地下のね、サラダ惣菜の王みたいな感じで、私 RF1 も好きっていうか、こうなんか見ちゃうんですけど、あの RF1 の盛り方とかすごくないですか。もうあれは芸術でありテクノロジーでありすごいですよね。もうしかも RF1 すごいのは、もう毎年って言っていいぐらいのレベルで進化してる感じがあるんですよ。止まらないんですよね、トレンドをもう背負い込みながら、そうまだやるのみたいな。そうなんですよね。そう、でもそういう意味ではあれですよね、 RF1 はある種こう足し算の王みたいなところがあるから、そうなんですよ、こうなんかいろんな食材をプラスしていって見た目とか味を、
ね、うんうん、プラスで組み立てていくんだけど、うん、まあ正常してどっちかというとあまりそういうことをしないというか、そうなんですよね、最小限のとこでもピタッと以上ってこう生きるみたいなね、どちらの正義もありますけどね、うん、もう RF1 でオクラやったら、うん、もう梅しそ香るタコと炙りオクラの涼風サラダになる、あもうそれ採用じゃないですかもうなっちゃいますからそう、梅しそとタコは絶対入りますね、ますでもしかしたらそこにこの、うん、あの寒天とか散らして透明のキラキラ感を演出したりとかね、そうなんですよね、うん、本当にあのクリスマスツリーみたいにこうやってあの規則性正しく、はいはい、あの螺旋系のね、そう螺旋系のね100グラム一気に取れるみたいな、はい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 、すごいですよ、目に浮かびますね、それもそれで今すげえ美味しそうだなというちょっと蒸し暑いからそうですね思いましたけど、そう、まあ、でもやっぱりあそこはなんかある種外の味というかね、そうですね、うんうんうん、そういうものがあるかなと思うのと、うん、あとやっぱりねこう値段も、うん、あ 100g でこんだけいっちゃうんだみたいな感じとかある中で、うんうん、その成城石井さんのその、うんうん、値段感覚みたいなのはまさにおっしゃる通りで、はいはい、私これもあの創業者の石井さんの話をですね、はい、ちょっと読んだんですけれどもね、はい、その成城石井はその高級イコール値段ではないっていうふうに言ってるらしくて、はい、まあ、要はですね、まあ、成城石井やっぱりそういうあの、まあ、いろんな方に支持されている中で、うん、ただそのお金がたくさんある人であってもその無駄なものには誰にもお金を使いたいとは思いません、はいはいはい、で成城石井が支持されるのは、うん、高級なものを高く売るのではなく、うん、高い品質のものを抑えた価格で販売するからです。いやもう完全に体現されてるじゃないですかそうなんですよ、有言実行の神ですよね、はい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 、まさにそれですね、うん、なんだろう、巨食はいらないみたいなことなのかもしれないですね。本質的な高級品、値段が高い安いじゃなくって、本当にそういうことなんですね、うんうんうん、それが真のプレミアムであるっていうね、うん、はいはいはい、だからそういった味でいうと私あのこちらも大好きでですね、はい、広田さんわかめとたけのこと雪大豆がんぼの炊き合わせこれね、さっきから僕なんか無理やり合わせてるように聞こえるかもしれませんけど、はいはい、これも僕の中の大定番です実はお願いしますそんなシンクロすることあります？そうそう、ね、ちょっとびっくりしてやばいな、いやうわー、ね、嬉しい。いやこれねオクラもそうですけど、もうこれは板前料理ですよ。そうなんですよ ね、キヌアがシェフの味だとしたらこれはもう板長の味で、うん、いやーいやもういやもう本当にこれが高級ってことなのかもしれない。でもこれも安いですよね、量か、量からしたら信じられないくらい安いです、こんだけ入ってっていう。煮物高いですからね、普通その普通のお惣菜屋さんとかでも、そうですね、もう4人前っていう感じですよね。そうですね、で599円で、うん、もうね私本当にこの中の特にガンモさんでしょうまさたるやしっとりとしたねー、そうそう、うわーってよ、そう、お出汁が染みてね。ガンモってそのガンモを買ってきて煮つけても、うん、そのガンモは割とパサパサしてるから、うんうん、あの気泡の隙間にこう味が染みていくみたいな感じになっちゃって、まあ、それはそれでありなんだけど、はい、この成城石井の炊き合わせのガンモは本当に板さんがあのすり鉢で豆腐でこうゴリゴリしたみたいな、うん、そういうガンモが、ガンモじゃなくてもこれガンモっていう名前なんでしたっけ、もう肥料酢って言いたいんですよね、うん、確かに肥料酢って言ってもいいかも、うん、うん、あでもつつましやかにガンモって控えめに書いてる控えめね、ちょっとねもう久々、あもう出汁の香りが、いや嬉しい、なんか最近これちょっと置いてなかったことが2回ぐらいあって、もしかして消えたんだったらどうしようと思って、うん、めちゃくちゃ、ね、これこれ、うん、豆腐の味がする、ね、豆の味としっとり削り節がまたね、うん、でねこのなんか脇役みたいに何気に入ってるわかめが異常に品質がいいっていう、そうなんですよ、あの生わかめの肉厚の、そう足腰強いんですよね、うんうんうん、このわかめがあやっぱこれは定番だ、なんかそのなんだろう、これもこれもうここまで全部に言えることですけど、買ってきた惣菜っぽい味がしないから、うん、これが食卓に普通にポンと並んでたら馴染むじゃないですか。だから例えば今日はお味噌汁で作ってサバの塩焼きだけ焼いてご飯だけ炊こう、そこまで頑張ろうみたいに思った時に、うん、
そこにプラスこれがあったら、うん、もう板前ご飯ですよね。そうですよね。しかも何の違和感もなくそこスッと入ってきてくれるから、いつものお味噌汁とご飯の横にこれあっても、うん、もう単に上質なだけであってこう浮かない、違和感がない、うん、しかも気の利いた、もう最高のバイプレイヤー。本当ですこれは、うん、ありがとうって思っちゃうね。そうで、私本当にね、炊き合わせというものがマジで大好き で、はい、でやっぱりこうごった煮ではなく炊き合わせ、うん、つまりその具材をそれぞれに調理して最後に集合させるっていう、こう、うん、それぞれが研鑽を積んで高みで会おうぜみたいな、うん、もう私はそういう、もう和食でも炊き合わせ食うとぶち上がるタイプなんですけど、はい、でも結構フード総選挙みたいなものがあったら、はいはい、多分炊き合わせ結構圧倒的圏外なんじゃないかっていうそうでしょうね。そう、ちょっと悲しき地味さみたいなものもあるし、はいはい、私も実際インスタとかで炊き合わせとかあげたりしても、うん、全然いいねつかなくて、うんうん、隣のパフェとかすごいいいね数だったりするんですけどうん、うん、でも私あの炊き合わせって和食界のパフェだと思ってるんですよ。なるほど、はい、なるほど。もうパフェすごい納得、いや、うんうん、それぞれ素晴らしい仕事をした上で、うんうん、アイスクリームとか果実のコンポートとか、うんうん、そういうものを一つの器に持っていただくっていう、はい、ものなので、はい、なんかパフェ好きな方全員炊き合わせにドハマりするポテンシャルあるんじゃないかなと。あ、すごい納得しました。でも多分多くの方が、うん、いわゆるごった煮と炊き合わせの区別あんまりついてない方が多くて、説明していくと、こう炊き合わせはあくまで具材をそれぞれで、うん、違う味付けで炊いて、うん、そして最後にこう、うん、一つに盛るわけで、うん、まさにパフェですよね、うんうん、そういう意味では、うん、その炊き合わせ入門っていう意味でも、うん、一回騙されたと思って成城石井でこれ買っちゃうのはあ、これがそのいわゆるごった煮とは違ううん、炊き合わせの世界かみたいなことがちょっと腑に落ちるかもしれないですね。そうかもですね。ぜひ皆さんにこのね、懐石料理のね、うんうんうん、この凄みみたいなものも含めて、ね、そうそうそう、まず入り口としての成城石井のなかなか今ね、懐石とか行く機会もねないですからね。ないですからね、うんうん。でも私それで言うと、これもうあの余談なんですけど、はい、あの稲田さんがスープカレーワンモノ説っていうのを唱えてて、私かなりそれで、はい、あのシンクロしたって思ってたんですけど、あ、そうなんです、はい、それにちょっと話してほしいあ、そうなんですね。なんか、まあ、ある方がこうスープカレーはですね、うん、まあ、具材を例えば野菜は素揚げにして、うんうん、なんか鶏肉は、まあ、一緒に煮込むこともあるけど、うん、揚げて入れたり焼いたりとかして、うんうん、いろんなこの別で調理したやつを一つのスープカレーの丼に盛り合わせると、実はこういう料理は意外とないんじゃないかっておっしゃったんですね、うん。まあ、なんでないかと思うと、普通カレーはもうごった煮なわけで全部一緒に入れて、でそのカレーの世界から見てカレーあれはスープカレーはかなりこう異質な存在 で他にも似たような料理がないんじゃないかと言ってたんですけども、でも僕は実は違う持論をそこに持ってまして、はい、あれはワンモノであると。でワンモノって多分大多数の方にどういう料理か伝わらないですよ ね多分、うん、お吸い物っぽいものかなみたいな思われる方、うん、まあ懐石料理、茶懐石の料理ですね、もともとは。そこで出てくる、言うなればメインディッシュで、例えばお野菜を炊いたものとか、それこそこの肥料酢的なものとか、うんうん、はい、あと新醤とか、なんかお魚焼いたやつとか、そう主役が何か一つあり、そこにこうお野菜が添えてあって、そこに美味しい出汁がたっぷり張ってあって、最後に柚子とか木の芽とかで香りを添える、はい、要するに別々で、料理した和の、ね、料理を全部一晩に集めて、でそこまでは割と炊き合わせに近いんだけど、はい、炊き合わせと違うのは、まあ、一つの明確な主役がいるっていうことと、そこにたっぷり美味しい出汁を張るという、うん、で、まあ、そのワンモノって実はもう茶懐石もね、あんまり普通食べないですから、普通日常の食卓からももうほぼ失われてる中で、実はスープカレーこそがそのわずかな生き残りの一つであるという話と、あと実はみんな無意識のうちに1年に1回ワンモノ食べてますよ、はい、それがお雑煮です。確かに、ね、うん、焼いた餅っていう主役がいて、うん、まあ、あの卵焼きとか伊達巻きとかかまぼこ入ったりとかするじゃないですか、うん、で茹でた青菜が入ったりとか、うん、九州とかだとね、あの焼いたブリがね、はい、乗ってたり、あ、最高ですよね、うん、でそこに最後にお出汁を張るっていう、うん、九州特にほら、でよくご存知でしょうけど、はい、豪華じゃないですか、その取り合わせ方が ね、 いろいろね、だからそれがワンモノであり、かすかに生き残ってる、うん、で実はちょっとワンモノから少し離れたけど、うん、ちょっと近いものがすごいメジャーな勢力として残っていて、うん、はい、それがラーメンであるという説も、
なるほど。そう、まあ、確かに麺というのは和物の主役とはちょっとずれるんだけど、はい、でも別で調理したチャーシューが入り、別で煮たあれメンマが入り、はい、味玉が入りみたいなことやってって最後スープを張るわけでしょう、うんうん、あれ実は和物的な料理で、確かに中国とかの麺料理ってそういう風に完成したものをいろいろ盛り合わせたりとかしないじゃないですか、うん、そうですね、あくまでトッピングっていうか、うんうん、その味付け、うんうん、なんで実はラーメンというのはその和物の DNA を受け継いでる。いいんですかこんな話な。いいです、いいです。しかもねそれこそ今もう柚子とか三つ葉とか乗せてますもんね。そうラーメンにね。そうそう、ラーメンの作り手が和物を意識してるともあんまり思えないんですけど、結果そこになんかもう一回寄ってきてるっていう和の素材が入って、そうそうそう、進化ですね。どっかでこう戻ってきたんだなみたいなのがね。なるほど、はい、いいんですこういう話を聞きたいので、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ稲田さん3つ目お願いしましょうか、はい、そうですね、はい、もうこれが絶対僕自分家の冷蔵庫から切らさないものをご紹介します。それがですね、自家製7日間漬け込んだベーコンスライス。きたー、ありがとうございます。まあこれね、ブロックタイプもあるんで、はい、まあ、ブロックで買うこともあるんですが、僕はまあ個人的にスライスを使うことが多いのと、うん、あとこれね、カットして冷凍しときやすいと、確かにちょっとペリペリっと剥がして使うみたいなこともできるんで、とにかくですねこれはですね、もうもう正直これを使っちゃうと普通にスーパーで売ってるベーコンが本当に使えなくなるっていう、なかなか魔の、うん、魔の商材でもあるんですかね。不可逆性の高い食べ物ですね。知らなかった方が幸せだったかもしれないどんなところが違うんですかね。これもねやっぱりね、言ったら引き算の美学なんですよ、うん、ね、肉のとにかく肉の旨味がギュッと凝縮ってパッケージにも書いてるのかな、そういうことが、うん、そうですね、旨味が凝縮された深い味わい、肉の旨味が、肉と油の旨味がギュッと詰まっていて、うん、なおかつ国産の普通のベーコンって結構そのなんだ、甘くしたり、ね、コクを加えたり、ね、あとしっとりと仕上げたり柔らかくするんで、はい、いろんな味がするんですけど、もうこれはすごいシンプルな塩と肉とあと燻製の味みたいな、すごいシンプルなんで、でそのシンプルさゆえに肉のその旨味が引き立つというね、うん、そこなんですけど、でも実は一番大事なのはですね、うん、その味云々はもちろんなんですけど、大変大事なポイントがありまして、これだといわゆるみんな憧れのカリカリベーコンができるっていう、出たカリカリベーコン、このポイントはね、多分これ聞いてる方の中にも、はい、これまでその映画に出てきたり、あるいはその海外のホテルで出会ったカリカリベーコンに憧れて、うん、ベーコンをカリカリにしようと思って焼いてみたけどうまくいかなかった人って多分日本中に何千万単位で僕はいると思ってるんです。ぐにゃぐにゃになる、ぐにゃぐにゃにしかならなくて、あれまだ足らないのかなって、それでもしつこく焼いていったらぐにゃぐにゃのまま焦げていくっていう、ギチギチになる最後何かわからないこうモンスターみたいな塊がっていう経験された方はいらっしゃると思う、多分その方は私の腕が悪いのかしら、フライパンが悪いのかしらみたいな風で事故を責めたかもしれないですけど、安心してください、成城石井のベーコンはもう、ね、フライパンの上に並べて火をつける、それだけで勝手にカリカリベーコンになりますんで。私でもできました。できますよね、はい、もうほっときゃできるしね、うん、こう卵をポンポンに2個ぐらい落としてですね目玉焼きを作って、オムレツでもいいですよ、スクランブルエッグでもいいですよ、はい、カリカリに焼いたベーコンの横にこうポンと添えていただくとですね、もう幸せ確定、最高の朝ごはん、はい、私はそこにメープルシロップをかけて、あーいいですね、はい、やらせていただきます、いいですね、そう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 、だからベーコン自体にその甘みとかがないから、うん、そういうメープルシロップとかそういう食べ方もこうどんとこいで引き受けてくれる、この感じ、うん、しかもそれをマフィンでちょっと挟んじゃったりとかしてね、もうたまらんですね、たまらんですね最高のブレックファーストがね。いやでも確かに成城石井のことを塩蔵肉専門店みたいに言う方も実際いますけど、はい、ちょっと歴史調べてみたらですね、はい、やっぱりこうそもそもソーセージを自社製造されているっていうところで、うんうんうん、なんで始めたかっていうと、うん、こう日本でやっぱ一般に流通しているソーセージをですね、はい、創業者の方がこうパッケージ
ージの裏を見ますと、はい、原材料にちょっと添加物が多いかなと、うんうん、それでですねなんと、うん、わざわざハムソーセージ事業を、うん、始めようということで、はいはい、自分たちで作らねばならないということで、うんうん、最初成城石井の成城本店の3階の一室に製造室を作りまして、うんうん、ソーセージ職人を呼んで、うん、でドイツで修行したソーセージスパイス専門業者から指導を受けて作り始めたということで、で子供にも安心かつ、はい、国際的に通用する味わい。いやまさにそれで国際的な、うん、国際的な味ですよね。本当そうです、インターナショナルですよね、うん、もうベーコンもそうなんですけど、はい、それ以外のその塩蔵肉製品も全部、うん、なんていうのかな、外国の味なんですよね基本的には。だからそっか、でやっぱりねその日本の大きいメーカーさんとかも、うん、いろいろ中の人に話を聞くと、うん、やっぱり皆さんドイツに研修に行って必ず一定期間こう勉強してから帰ってくるらしい、うん、でだから彼らが実は本場そのままの作り方を知っているんだけど、うん、でも彼らの使命はまたちょっと別のところにあって、うん、あくまでその日本人に合わせて徹底的にそのヨーロッパの味を作り変えなきゃいけないっていう使命感とともにある、うん、ローカライズというね、うんうん、そうそうそう、もちろん尊いんですけど、うん、なんか成城石井のこの塩蔵肉製品を見てるとその思想がゼロだなっていうことをいつも感じる。潔い、うん、でしかもねその自社製造以外の、うん、他のメーカーさんももちろんセレクトして並べてますよね、うん、そこにも一貫してその思想が流れてるんですよ、はい、そこがその作ってもセレクトしても一貫してる、うん、いや素晴らしいですよね。確かにね、そのローカライズさせることでまた進化して、うん、そのローカライズとインターナショナル化することの繰り返しがね、うんうん、食のこう、はいはい、世界的ななんかもう進化みたいなものに不可欠な存在だと思いますけど、うん、逆にしないっていう選択肢、しない存在はやっぱりありがたいというか嬉しいですね、うんうん、やっぱりねなんか調べてたらその専門店の集合体であれっていうのが思想にあるらしくて、はいはいはい、その肉でも野菜でも果物でも全て一級品を扱う、はい、一番いいものを売れ、しかもそれを自分でチェックしろ、はい、問屋の言いなりに買うのは言語道断であるっ、はいはい、かっこいい武士か武士か、己を信じよっていういやもう本当そう。だからこのハム類をね、ハムベーコン類を買うと、うん、横に今度はチーズのコーナーあるじゃないですか。そうチーズもすごいですよね。あそこのセレクトもまさにちっちゃい専門店でしょ、ね、ブリーチーズがそうドゥドゥドゥって並んでるんです本当に。だから、うん、ハム買ってチーズ買って、そんでワイン売り場行ってワイン1本買って、うん、もうなんかもうディナーですよね、うん、もうそれで期待し浮き足立っちゃいますよね、うん、パンも買ってね、はい、もうそれで完璧でももちろんあの惣菜以外もねすごい、うん、すごいのが成城石井さんとかね、はいはいはい、スイーツやお菓子の方でもたくさん楽しみ提供してくれてると思うんですけど、うんうん、本当ですよね、私ね成城石井さんのそのオリジナルのポテトチップスがありまして、はいはい、それがねやっぱ一番いいものを売れるのは成城石井さんですから、もう成城石井が一番いいと思うポテトチップスはどんなものかってなるわけじゃないですか。なりますね。でね本当は今日お連れしたかったんですけれども、はい、なんとそちらの商品ですね、はい、通年お目にかかれないんですよ。あ、ポテチなのに季節商品そうなんです。僕実はノーチェックでしたこの商品。あ、本当ですか。私フライドポテト好きなので、はい、ポテトチップス大好きなんですけど、はい、毎年10月頃になるとフロアに降臨するですね、はい、私はそこでこう本格的な秋の到来を知るというか、はい、風物詩みたいになってるんですけれども、なんで秋だけかっていうと、成城石井さんのポテチはその生産者さんを限定してるんですよ、うんうん、でその北海道の本別地区の生産者さんで、うん、石山さんという方がいるんですけれども、はい、もうその石山さんが育てた豊城という品種のみを使用しているということ で、うん、でそのことを強く訴えたい成城石井さんはですね、その商品名を生産者限定ポテトチップス薄塩味というふうに超ド直球のネーミングをされていまして、うん、はい、その石山さんの顔ジャケを採用しているんですけど、お写真見ましたけど、なかなかこのスナック菓子でこれはそうなんですよな、ね、珍しいですよね。よくそうなんです、野菜売り場のキノコとかにたまにこういうの貼ってますけどね。私そう野菜とかね、あとラーメンとかでね、はい、その顔ジャケが大好きなんですけど、あ、名店系のそう、うんうん、見ていただきたいんですけど、はい、これ実はですね、この生産者の多分石山さん息子さんだと思うんですけど、はい、これ2017年、これその後、うん、で
これ最近、はい、ちょっと成長してません？成長し、たくましく、そうそう、1年ごとにたくましくなっていってる。そうです、私あの毎年それを見ながら、はい、あ、大きくなられてっていう風に思って、あら、はい、なるほど、死んでるんですけれども、 なんかもう親戚の甥っ子みたいな。そうなんです、そういう風に楽しんで咲かせていただいて、はい、実際味がですね、はい、美味しくて、うん、あの私本当にいろいろポテトチップス好きで、あのアミノ酸入りとかのも全然ありなんですけど、うん、成城石井さんのやつは入ってなくて、うん、でなんかね、その、まあ、硬すぎず薄すぎず香ばしすぎずみたいな感じで、うん、何がいいってその芋の味がすごい生きてるんですよね。土の味すら感じるニュアンスがあるっていうか、わかります、ちょっとあの芋のえぐみみたいなものが残ってるやつね。そこが良くて、ブランドポテトチップスでいくと、うん、まあ、菊水堂さんとか分かりますか、うんうんうん、あれ結構有名なんですけど、うんうんうん、菊水堂さんはその芋の土っぽさとか、うん、油臭さとか一切なくて、わかります、あれ綺麗な感じね。そうなんです、うん、すごい透明感あるんですよ、ね、うんうんうん、なんですけど私は別にポテチに透明感求めてないかもなみたいな部分ちょっとあったりして、うんうんうん、はい、成城石井さん私かなりドストライクというか、はい、大地をパリパリといただいていくっていうスタンスが素晴らしくて、うん、はい、これあのすごい余談なんですけど、はい、ちなみにあのカオジャケの食べ物って、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、あのなんでカレー の、はい、あの店主がやってる系のレトルトって、はい、ラーメンとかあるのにカオジャケ全然ないんですか、はい言われてみるとそうですね、そう、私あれ結構謎なんですけど、はい、成城石井さんにもね結構そうブランドものの、はい、あのカレーレトルトいっぱい売られてるんですけど、はい、あれなんでみんな顔出さないのだろうって、ね、わずかにあるといえばありますね。そうなんだ、わずかにね、はい、で確かにラーメンとかは顔を出す、はいはい、イタリアンもちょいちょいあります、ね、ありますよね。やっぱよく言われるのは、うん、ラーメンは体育会系でカレーは文化系みたいなことはよく言われるんで、うん、ああ、なんかそのあたりはね、うん、なんかちょっと関係してきそうな気がしますね。いやちょっとそのあたりあの今度ぜひ教えてください、はい、気になっていたところでした。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回 We Love 成城石井前編というテーマでお送りしてきましたが、稲田さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやちょっと話尽きないというか、本当ですよ、はい、ちょっとセーブしようと思ったけどやっぱできないですねできないですね。ちょっとこれがあのラジオ版でどれくらいカットされるのかっていうところも、はい、あの気になるところなんですけれども、次回も稲田さんと一緒に成城石井への愛語っていきたいと思いますので、稲田さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。皆さんの好きな成城石井フードのお話もお待ちしております。味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。